アップルのコンピューターにしろ、こういったアップルの携帯にしろ、デザインが非常にかっこいいなというふうに思って、機能的なところはね、私素人ですからよく分かりませんけども、こんにちは、ジジです。今日はね、この間掃除したら出てきました、セブンイレブンでね、買い物したら当たりました、ワンピースの海賊王に俺はなるっていう、お茶ですね、お茶が出てきまして、まあ、これからお茶を飲みながらね、ちょっと雑談でもしてみようかななんて感じで動画を撮ってます。なんか雑談久しぶりなんですけども、何を話そうかなということで、今日はですね、私今使ってるのが携帯電話は iPhone5 ですね。 iPhone5 を今私使ってます。今はね、iPhone6 ですかとか6 Plus がね流行ってるみたいですけども、 iPhone5 を2年前ですかね、に購入しまして、もうすぐね、あと1週間ぐらいで、iPhone5 の2年縛りが終わるもんですから、なんか機種変えようかな、どうしようかなということでいろいろ考えてたんですけども、いろんな、iPhone6 のね動画を上げてらっしゃる方いっぱいいらっしゃって、2年経ったし変えるかな、どうしようかななんてちょっと考えてたんですけども、私実はこれ、あの iPhone5 買う前は Android のギャラクシーのちょっとこれより大きめのねギャラクシーを使ってまして、どうして iPhone5 に変えたかっていうと、 iPhone5 のこのデザインが非常に私好きだったんですね。ですから iPhone5 変えた時に非常にこの何て言うんですかね、小ささだいぶ形が小さくなったんですけど、それから使いやすさも電話機としてはちょうどいい大きさだなと。いうことで、まあ、この iPhone5 気に入って今も使ってるんですけども、全然不自由なく使えてます。これスマートフォンですから電話機能がやっぱりなんていうんですかね、一番重要じゃないかと私は思ってまして、電話をかけるのに今出てる iPhone6 ですとかですと、ちょっと電話というよりもなんかちょっとでかすぎてかけにくいなと。電話であればの機能を考えた時にはこのままこのサイズの方がいいんじゃないのかななんてちょっと思ってまして、 iPhone5 の 5S ですか、なんかも出てます。 5S はこの iPhone5 と比べるとサイズも形も同じで、機能だけがね若干上がってる機能らしいんですけれども、 iPhone5S が出た時も私別に乗り換える気全然ありませんで、この iPhone5 で十分だと思ったんですけど、iPhone6 が出た時も特にですね、 iPhone6 に魅力を全然感じないんですね。皆さんその写真の機能がすごく良くなったとか、電池の持ちが良くなったとかということで、乗り換えてるようなんですけど、私の場合は iPhone5 で写真を撮ったり動画を撮ったりって、たまにこんな何もない時、持ってない時に撮る程度で、そんなに重要な機能じゃないんですね。携帯電話ですから、携帯のその電話としての機能がちゃんと備わってれば、ガラケーの古いね電話機でも全然十分なんですけど、ただスマートフォンとしての機能として、例えば YouTube を見たりメールを見たり LINE をつないであれしたりとかっていうのはこれをできるんで、全然この iPhone5 で何も問題なくて、 Apple から iPhone6 が出た時に今まで出てる Android の端末と何ら変わりないんじゃないのと、例えばカメラの性能がすごく良くなってるとかって言いますけど、 Android の携帯でもカメラのね性能いい Android のスマートフォンありますしね。
Apple としてのですね魅力をあの iPhone6 には全然感じないんですね。スタイルもなんかもう Android 今まである出ている Android の携帯と何ら変わりないし、カメラの機能がいいって言っても Android だっていいやつがありますし、ということでまああと1週間ぐらいでね、2年縛り切れるんでどうしようかなっていうことで考えてたんですけど、結論としてはですね、もしかしたら iPhone 5S にね、切り替えるかもしれません。あのこの先考えた時にね、S に切り替えといた方がいいのかななんてちょっとは思うんですけど、iPhone 5S ですと同じ形ですしね。それから今なんか iPhone 6の S とかいうのが噂されてて、6の S というのになると、この今のこれ4インチっていうんですか、4インチのこの iPhone 5と同じサイズの携帯がもしかすると出るかもしれないということで、じゃあ機種のね、切り替えやめとこうかなというふうに今思ってます。ですからしばらくはもうこの iPhone 5で行っちゃおうというふうに思ってます。アップルファンの方いっぱいいらっしゃるんでね、あんまり変なこと言うと怒られちゃいますけど、アップルはデザインがね気に入ってたんですけども、今の iPhone 6とか6 Plus 全然魅力を私にとってはですよ感じないんですね。ああいう形が好きな方はいらっしゃいますけど、だったら Android の端末でもね、他のメーカーのあれでも同じような形のやつをいっぱい売ってますし、特に iPhone 6だからどうのこうのっていうのは何もないななんてちょっと気がしまして、そんなことでね、この iPhone 5をしばらくはもうこのまま行って、もし iPhone 5S でですね、今の iPhone 6よりも小さな形でデザイン的に Apple らしいスマートフォンが出てくればね、そちらを購入しようかと思ってます。これ本当にねサイズが例えばバッグの中に入れてたり、胸ポケットに入れてたりするのに非常に使いやすいサイズで、デザインもねすごいかっこいいじゃないですか。ということで、まあ、この 5S のデザインをね気に入って、Android から切り替えたんで、わざわざ Android と同じ形のスマートフォンにね切り替える必要ないなという気がしてまして、6には、いかないと。 6S がもし出た時にこの iPhone 5と同じような感じの、サイズ、それからデザインなんかであれば乗り換えようかなと思ってます。ですから乗り換えないでしばらく S の出るのをね、待ってて、その時にね見てみて切り替えようかなというふうに今思ってます。ということで、この間ね、iMac 購入しまして、今 iMac 使ってるんですけども、そのうちまたちょっと iMac 関係の動画を上げていこうと思ってますんで、見てみてください。じゃあ、また、